全部その北検討もう素人だから、あのアドバイザーっていう事業は、まあ、あの一応あののれん分けでうまいことな言ってくれりゃいいんだけど、まあ、場所はええとこが空いとくから。すいません、ありがとうございます。どうですか、あのプレーオープンってことで、まあ、まだちょっと 100% ではないと思うんですけども、なんかそのアドバイザーとしてのなんかその意気込みみたいなのをちょっと、うん、まあね、まあ
あの立地的なものとかいうのが、まあ、西と東とは分かれるにしてもやっぱりたくさんのお客さんに目に触れる場所でやっとる以上やっぱりまあそこはねあのいろんなアクシデントもあろうですけどそれを乗り越えて、まあ、長くうちがまあ47年やりましたけど、まあ、その倍まではいかんでも最低でも20年30年と続くようにやっぱり最初の初日から一生懸命頑張ってもらいたいというもう我々はもう一、まあ、お客としてできる限りのことをさせてもらいますし応援もさせてもらいますけど、まあ、ますます繁栄してくれればいいしこれがまあ岡山の、まあ、夜の街の活性化の一助になればいう気持ちがありますね、まあ、あの店もまだあるんやないう感じの名前がね残ればそれはそれで、岡山の歴史の1ページぐらいに加えていただければと。ちょっと先ほど視聴者さんから連絡がありまして、まあ、東口にいたあの おばちゃんですかね、はい、スタッフの働かれるんですか、ね、いやあのねおばちゃんはあの体調を崩されとって実はそこであのまだ今ちょっと病院の方に行っておいて、まあ、復帰はもう年齢的にも復帰はするつもりないと本人が言われとって、あ、そうなんですね、まあ、あとはまあそういうことなんですね。あの2人おばちゃんがおるんですけどあのやかましいおばちゃんと親分のおばちゃんとおるんですけど2人とも一応引退というか、そうなんです、70歳以上、あ、そうなんですね、わかります、いろいろなキャラとしてはね、まあ、なくてはならないなんかもわかんないですけど、まあもう年齢的なもので、まあ、これちょっとまあいとまさせてください、なるほど、まあ、そういうことです、ま、道で会うこともまあありましたら、まあ、声かけてやれればあんたの前っていうような元気な声が聞けることを祈ってる。普通にオープンされるのは6月の12日の日曜日ですね。日曜日夕方の4時あたりを一応目処に、はい、まあ、いろんなあのそのアクシデントいろんなものがあるでしょうけどそこをまあ笑って済ましてもらえるように愛される店になってほしいなと思うんですね、まあ、失敗は成功を生むためのものとして、まあ、最初からうまいこと言ったらみんな苦労せんので、ありがとうございます、工作をしてください、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。